それではただいまより吉川広家と米子城2022観光立国米子の可能性を開演します。観光立国ということですよ。そんなのに我々 MC に任せて大丈夫なんですか？大丈夫なんですよ。僕アニメしか見てませんけどね武将について全然知りませんけどね。はい、ということで、はい、自己紹介からいきましょうか。はい、ということで、司会を務めさせていただきますアニメ界の国崎と申します。よろしくお願いします。三平三平です。よろしくお願いします。ということでね、もうでもあれですよ、今事変が一番力入れてるのはこの米子城ですからね。で去年もこのコンテンツやって、はい、今年最強の城って出てたじゃないですか、はい、なんかね今年の2022年の元旦に NHK でやってた日本の最強の城を決めるみたいな番組があるんですね。その僕の考えた最強のポケモンみたいな番組やってるんですよ。やってるんですよ。それに今年の元旦の番組で米子城が選ばれたらしい。お、えらいことですよ、これ。皆さん見てました？あ、見てる見てる。見てない人の方が多いですね。いや、まだだから城マニアっていうのがこれからっていうことなんですよ。はい。でも、あれですよね、国さん結構事変来て、はい、我々のメンバーの中では多分いち早く登ってるんじゃないですか。いち早く登って、一番数登ってますね。ですよね。オールタイム登ってますね。それに目覚めて、家帰ってからも山歩きに目覚めてしまったぐらいですか。夜名護で開眼したんですね。夜登るごとに目覚めてしまいまして、演出者じゃねえかそれ。ナイトハイクですね。ただこれ演出者だよそれ。夜の米子城が素敵なんですよ。おあ、これやっぱり歩いてる人いるんですよ。すごいです。俺もでも去年、うん、このイベント見てたんですよ、うん、サンキュー達夫が司会やってて、はい、でそれでこれはちょっと登らねばと思って、うん、その足で登りに行って、非常に景観も良くていいね。ただ俺ちょっと話をちゃんと聞いてなかったから、あの正規のルートってなんか石段がある。はい、あります、ね、俺全然調べずに行ったんで、あの脇のすっごいジグザグの獣道みたいな、はいはい、途中でお地蔵さんいっぱいあるような祠がいっぱいあるようなところがあって、はい、俺なんか話に聞くとみんなハイキング感覚で登るって言ってたけど、うん、なんていう名前の人は見客なんだと思ってたら、あれ全然違うルートだったみたいですね。あれでもそれもまたいいんじゃないですかね、はい、お城のあれですから天守閣がないんだけども登りやすい下りやすい。気持ちとしては城を落とすつもりできましたからね獣道をかき分けかき分け。いやだからその辺がすごく感動して、あの地元の方のスタッフさんにも言ったんですよ、夜登りましたと、うん、素敵ですねと、うん、そしたらまあお話に出てるぐらいの感じなんでしょうけど、実はライトアップしようかっていう話もあるぐらいなんですみたいなことを僕言われたんで、そこはこれ国井作家の持論なんですけど、そんなことは絶対に阻止してくださいってお願いしてたんです。そんな口出すような身分じゃないですよね。いやそうなんですけど、まあ、でもなんかわかりますよ、わかります。あの、ね、暗さがいいっていうのなんかわかります。この辺をだからこれ難しいんですけど、観光と人を集めるにはどういう風にしていったらいいのだろうかっていうのをちょっと真面目に考えようかっていうコーナーでございます今回。それを我々が MC 担当されたんですね。こんな司会でいいんでしょうか、うん、っていう感じなんですけどねはい、はい、ということで、でももう今日はもう目白押しですから、おじいおじい、はい、ということでね、それで我々がずっと喋ってもしょうがないんで、そりゃそうだ、ここを見てくれ、ここを考えてくれ、こういう面白いところいっぱいあるんだよっていうのをプレゼンターという形でお呼びしておりますから、うん、はい、そこでプレゼンをしていただきましょう。というわけで、まずトップバッターは米子町中観光案内所から川越博之さんのプレゼンをしていただきます、はい、どうぞどうぞ。川越さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんにちは。はい、じゃあよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。米子町高観光案内所米子城武者隊の川越でございます。相撲さんになっております。すごいですよ、我々よりタッチ多いですからね、はい、どうもいいです。さあでも今日はいろいろプレゼンの方を持っていただいているということなんですけど、はいはい、そうですね、まずは100分は一見にしかずということですね。吉川広家で、これが、ね、こうこれからの観光にですね、どれだけやっぱり貢献をできるのか、可能性を探るということでございますね、はい、それをですね、ちょっと見ていただこうかなと思います。まず最初にですね、プレゼンの前に、吉川広家はですね、先ほどあのご紹介がありましたけども、今から400年少し前にね、この地方の領主ということで、はい、朝鮮出兵とかですね、関ヶ原とか、はい、非常に活躍した武将でございますし、米子をですね、いいとこだというところを見定めて、米子のに城を建てて、そして城下町を整備したという、まさに米子の恩人なんですね、はい、この方は本当に光を当てたい、はい、ということですね。まさに赤井さんが企画されたことは本当に私自身賛同しておりましてね、今日もちょっと妄想的なプレゼンも妄想的なじゃないでしょうと思っております、はい。本日ですね、まず我々が元旦に結成いたしました米子城武者隊ですね、武者隊、はい、2名で結成したんですけどねすごい反響がありましてね、私も入りたいということで、今昨日も入団がありまして、現在26名という大所帯、ちょっとしたアイドルグループじゃないですか、はい、でひたすらですね、米子城騒動というですね、江戸初期にあった物語を題材にして演技してましたけども、はい、そろそろ少し飽きられてきたということもあるから、急遽吉川さんのこのイベントに合わせて、はい、本当に1週間ぐらい前に桂文豪師匠にですね、脚本書いていただきまして、はい、2回ほど練習して多いのか少ないのか、そこは持ってもいいんじゃないですか、20回です、失礼しました。これも多いのかな、ということでございますからね、はい、少し多めに見ていただきたいと思うんですけども、はい、地獄の特攻したということで、はい、吉川広家さんと、そしてもう一人ですね、山中鹿之助と、ね、戦国時代は日本ね、大乱の時代だったんですけど、中国地方においてはね、毛利元就、はい、毛利と、ガサン戸田城を拠点とする尼子氏のね、せめぎ合い、その中で毛利の元就の孫の吉川広家、そして尼子氏と、尼子氏の一番のやっぱり有名な武将が山中鹿之助です、うん、吉川広家と山中鹿之助が本当に戦ったのかがはっきりしませんけども、そこははっきりはしてないですね、今日はですね、はい、まあ、戦ったということですね、 あくまでもここは我々のですね、願いがありましてね、それをちょっと皆さんにご披露していただいて、あ、なるほど、こういう武将だったのかですね、それぞれ評価見定めていただいてですね、今後に結びつけたいと思います、はい、ちょっと長くなりました、はい、じゃあそれでは米子城武者隊ていただくというのは、我々ちょっと寄った方が、はい、そうですね、ちょっと危ない可能性がありますよ、ね、危ない可能性がある、真剣真剣真剣、いやいやいや、それはダメです、いや真剣にやります、あ、真剣にやります、こいつ分かってるぜ、なかなか喋りたい、武者隊やるで、どうぞ、ことに、この城に尼子軍と
最高軍がフェロフェロとること付け立ちいたす。なんと、あの子の最高軍が。それでは、この宇奈坊城に開武しましょう。よし、ゆとりなきよ。
き分けじゃ。東方とも素晴らしい運であった。もう皆の者、わしはこのグランド城に天守を建て、日本で一番綺麗で美しく最強の城とし、そして民が賑わう城下町を作り、山陰を、源の国を、いや世界を平和で豊かな世にしたいと思うておる。どうじゃ、力を獲得するか。では決意を固めて立ち退きを行う。今日2回目ですね。練習は20回ですけどね。2回目の、先ほど1時間前、市前駐車場でやってきました。はい、外で皆さんこの格好で練習されてる。そうです。すごい。相当の、ね、注目あります。はい。いいですね。かっこいい。でももう総勢26名で。26名ですね。はい、今日は4名なんですね、はい、実際はもっと大人数でやるようなのも今後考えられたりはするんですか。そうですね、そのためにですね、後でこの後お話ししたいと思います、ね、はいはい、クラウドファンディングですね。あ、なるほど。今26名いますけども、甲冑が4両しか4着しかなるほど。じゃあ4人しか来れないですね。に競争が激しい。なるほど。レギュラーと控えが、なるほど、ね、まずユニフォーム代を稼がねばという話ですね。そうですね。でふるさと納税型がですね、クラウドファンディングをですね、19日から始めるんですね。19日から、はい、でこれでとか、隊員全ての人になりませんけどね、甲冑を着て、それも本物ですね、はい、これを着て活躍してほしいなと。なるほど。今ですね、松江城の武者隊は、ね、本物着てんですよね。あ、ライバルと言える松江城。なんか一冊によって100万円ぐらいするらしいの、一着はね。だから今はですね、我々のは紙でできてますから。あ、これ紙なんですね。紙です。なるほど。戦うとですね、やっぱり負けてしまう。戦いにはちょっと勝てないですね。ちょっと雨にも弱そうですね。そうですね。雨もちょっと使えない。ですから、この対抗してですね、はい、松江城には負けない、まあ、一緒に盛り上げなくちゃいけないんですけどね、うん、それを目指してクラウドファンディングというのを今始めます。鳥取県民でもふるさと納税の対象となるという、非常に画期的な実は制度でございましてね、はい、ぜひぜひお願いをしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、演舞隊の皆様です。演舞でございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。かっこよかったですね。あ、はい、ちょっと待ってください。曲げ本物ですか。いや、あなたですよ。はい、それがし、そなたです。次元ござる。これは普段何をお仕事は。普段は自衛なので。なるほど、自衛なので多少の自由が利くということで。いや、これはなかなか力が入ってますね。そうですね、まあ、居合がね、居合もとすごく上手ですしね、はい、セリフもいいですし、はい、まあ、うちの一応花形、はい、花形出したんですね。今まで米子城騒動の時は、ね、野牛五郎右衛門宗明なんですね。18人の宵武者を切ったと、そういう剣豪だったんですけど、はい、まあ、今回は山中鹿之助と一番いいところ、ね、ちゃんと今言ってます。ライバルが今後ね現れると思いますのでね。プレッシャーかけてきました。プレッシャーかけてきました。でも花形さんが、ね、さっきしゃがんだ時刀の鞘がコツンと当たってきてびっくりしてたの。そういうことを言うの見逃さなかったんですけれども、距離を見誤りました。ちゃんとキャラしっかり守ってくださってて。そうですね、頼もしいですね。素晴らしいですね。はい、はい、ということで演舞台の皆さん、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、
休暇取ったりしてですね、はい、みんな現役世代ですから、そうですね、来てたら普段は絶対優しいんだろうなっていうセリフ話がすごい安心しました。絶対優しい人だもんこの人みたいな。ありがとうございます。そうです、本当に曲げを言う、でそうですね、そうですそうです、突然現れた時はびっくりしました。あ、そうだったんですか。もう実質的に入隊したいと、えっと思ったら一瞬ね、ちょっと引きましたけど、あのよくよく話してみるとね、あ、真面目なんです、はい、もうブロッコリー農家さんですかね、はい、お、あ、言ってよかったのか、収穫の合間に、ね、はい、県県民修行に励んでいきますね。どちらかひょっとしたら本業になる、本業になるかもしれませんね、今後本業になるかもしれません、これが、はい、でもあの格好で志願してきたらそれ入れるしかないですね。そうですね、ちょっとね、断ったらちょっと怖いですね。断ると怖いと思います。そのうち兜をパッと取ったら上にとんがりじゃなくてブロッコリー、ブロッコリーいいですね。そんなビデオを作ったり盛り上げていきましょうと、はい、いうことをお話をちょっと伺おう、はい、という形でございます、ね、この後またいろいろプレゼンも、はい、続けてやってるんですか。はい、大丈夫です。はい、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、私はちょっとそうですね、はい、はい、本当に先ほどお話出てましたけど、あの衣装を作っていくためにはやはりお金を集めなきゃいけないということです、ね、うん、その辺もどうやってやっていこうかっていう話も出てくるんでしょうかね。一着100万円くらい、まあ、大変ですよ。これ26人いたらで見てる方はやっぱりその1着2着じゃ何も言わないじゃないですか、はい、やっぱり20人30人ずらーっと並んですごいっていう風になるわけでしょ。確かにそこが難しいところですよね。揃いしてという、さあどうでしょう。そうしますと、はい、早速始めさせていただきます、はいはい、よろしくお願いいたします。残り時間ない、あ、でも気にせず全然大丈夫ですよ。ですか、はい、ね、もうだいぶおっしゃったのかなと思って、あ、本当に時間ないですね。いや大丈夫です、急ぎます、ゆっくりやっていただいて、はい、そうしますとね、はい、本日のお題ですね、まあ、赤井さんの方からいただいたお題、吉川博家と米子城2022観光立国米子の可能性というより大きく出ました。で、私がちょっとつけたタイトルは吉川博家に米子の光を見ると、光を見る、要するに地域の、ね、すごく輝いているもの、はい、それを見るのが観光ということですね。これ光を見るで観光なんですね、はい、で、米子が素晴らしいところだというところをですね、吉川博家さんをこう素材にして、全国または海外からですね、たくさんのお客さんが来ていただいて、満足して帰っていただいてお金も落としていただくと、うん、まあ、これがあの理想ではないかなということで、じゃあどういうふうにしたらいいんだろうかなというところでちょっと考えてみました。はい、はい、まずですね、吉川さんが整備を始めた頃の米子城ですね、これポイントはないですね、ポイントはね、はい、ちょっと指していって届くかな、これね江戸時代の絵図なんですね、はい、届くかな、ほとんどね、あの米子はこの当時とですね、町割り変わってないんですよね。今、あ、なるほど、はいはい、そのまんま残ってる。非常にこれは珍しい町ですね、うん。ですからタイムスリップができるというかね、実は中心市街地、ね、あの、市役所があるところあたりまで、あの辺も全部ですね、昔のままなんですね。というところ、これは誰が作ったか、吉川さんが整備を始めたんですね。はい、吉川さんが米子の恩人だというのはそういうことでございます。近年のですね、米子城を取り巻くといいましょうかね、この動きを簡単にまとめてみました。米子城はですね、平成18年に本丸と二の丸がなどがですね、国の史跡に指定されて、表されてます。全部やっぱ遅かったんですね。そうですね、はい、で、実は同じ年にですね、日本100名城を発表されたんですね。ほう、ですから間に合わなかったんですね。米子城は日本百名城にはなれなかった。百戦には漏れちゃった。漏れちゃったですね。そうですね、あの指定されたばかりですからね、はい、まだまだ評価がないという、はい、それちょっと出遅れた。ところが今国内では空前の城ブームです。なってますね、城ツアーというのはもう文化観光歴史ツーリズムの有力コンテンツ、はい、うん、という認識がですね、徐々に、ね、この米子でも広まってきてます。松江城なんかすごいですよね。皆さん東西踊りの、何百万人のお客さんが、来られるということで、また米子はそこまで至ってない現状がありますね。そこでですね、米子市さんが
平成27年頃ですね、白組に乗り遅れないようにハテナなんですけども、はい、学術調査を始めたんですね。あ、でも本当につい最近なんですね。そうですね。そうですね。はい、で以降ですね、全国5例目となる出土するあの登り石垣とかね、縦堀なんかいろんなあの珍しい遺構が発見されてね、はい、お城ファンだけの市民も注目し始めた。笑点の司会者であれしたっけ、あの春風亭昇太さんもね、あ、昇太さん、お城好きです。登り石垣、米子城ファンなんですね。はい、日本三名城、米子城一つと言ってます。あ、昇太師匠。はい、昇太師匠。はい、じゃあ他の二つはどこかは聞いてないんですけど、どこに行かれとも言っておられる可能性はなきです、ね。なるほど、はい、なるほど。毎年のようにね、米子に来ております。2017年にやっと俗日本百名城に選ばれた、ね、2029年、はい、で平成31年2019年にですね、米子城の整備計画ができましてね、そこにですね、昇天守復元の検討という文言が記載されたということで、米子の市民の間でもね、で再建したらどうかみたいな、ね、意見がかなり出始めたんですという今状況です。2017年にその百選に選ばれたということは結構早いペースで認められたような気もするんですけれども。ああ、そうですね、はい、そうなりますね、はい、立ち上げの時は漏れちゃった、はい、ですからもともと百選に選べれる城だったということです。なるほど。それでちょっとあの遅れちゃったというところね、はい、やっと取り戻した、うん、ということですね。それから今どんどんね、三の丸なんかの仮設の駐車場ができたり、死傷木って言いますけどね、大きな木を伐採したり景観を良くしたり、園路の整備、トイレの設置と、はいはい、いろんなものをですね、今整備を徐々に学術調査と一緒に体制を整えつつあるというところですね、現在。まあ、確かにトイレとかないとね、やっぱり行きづらいっていうのもありますよね。まあ、本格的なガイダンス施設っていうのがですね、この今回計画されてまして、それが数年後にはできるということで期待してるんですね。2021年、昨年にはね、三の丸の一部、港山球場があったところですね、はい、国の指摘に追加して、はい、そして今年の1月1日、先ほど紹介していただきました NHK の番組、日本最強の城スペシャルでですね、絶景日本最強の城に選定されたということで、元気でもですね、途上者急増です。あの、マスコミの方もですね、相手にですね、あのする米子城を相手にしてもらえなかったんですけども、今人が集まれば取材も来るという、されているという状況がね、あります。テレビの力すごいですね。そうですね。NHK の力っていうんでしょうかね。まあ、全国ね、全国がやっぱり放映されるのがね、うん、大きいですね。行ってみてわかりますけど、絶景っていうのもよくわかるんですよ。そうですね。はい。だからこれちょっと悪口じゃないんですけど、ここに普通はあの危ないからって柵を立てるんです。で、米子城ってないんで、本当に景観だけなんですよ。こんなところ探しても他ないんですよね。あれは魅力だと思いました。ですね。今後ね、たくさん登られる方が増えるとですね、必ずそういうね、問題が出てきますので、ね、そこなんでしょうけど。私は個人的には反対してるんですけども、と言いますのが、ない方が安全なんですよね。はい、あ、むしろ。なければ近づきませんですよ。あ、なるほど、なるほど。あるとよくかかっちゃう。確かに。だからない方がいいんだろうなという思ってますけど、まあそこはまた役所がね、考えられる。ダイヤモンド大山。10月22と23日またあります、米子城からですね、見る大山のちょうど頂上から、朝日が昇ってくると。これも非常にやっぱりあの絶景日本最強の城の時の決め手にもなったんですかね。あ、岡さんというね、あの市役所の職員の方が撮られた写真がね、かなり決め手になったということですね。すごいあの米子城大好き人間でね、年間、50、60日ぐらいは米子城登ってるという。そうですね。いい写真撮りたかったらこの岡さんに聞いていただきたいと思いますね。これまたいいですね。いいですね。金海というですね、錦の海、まあ、そういうような色合いしてますよね。西方浄土に沈む夕日、これも素晴らしいと。吉川広家さんですね、岩国に、ね、移られたんです。関原後錦帯橋というね、橋を作られたんですけども、この景色を見て思いついたんではないかという誰か言っておられました。松村さんだったんですかね。あの、本当はそうだなというふうに思いますね。はい、はい、じゃあ
観光の本題に戻します。はい。じゃあ今の人気をですね、一過性のものになっちゃうんですね。なぜかというと、棚子座なんですよ。はい。で、ポンと評価が出て、準備できてないんですよね。なるほど。中身が伴ってない。じゃあこれをでも、ものにするにはどうするかっていうと、全国を目指してですね、矢継ぎ早に手を打っていかなくちゃいけない。これ一つが武者隊なんですね。はいはい、はい。黙ってたらね、あっという間になくなっちゃいます。水木ロードでも、松江城でもですね、もう毎年目先ですかね、変えていろんなことをやって刺激を与えてますね。世の中をやっぱりそうすべきだと思いますね。で、じゃあ一番効果があるのは何か。やっぱメジャーの観光地を目指すためには大河ドラマ NHK の。なるほど、確かにこれは大きいですよね。はい、舞台になったゆかりの地にね、観光客が増える、一気に知名度が上がる、マイナーからメジャー、中身ですね、この機会を逃したら来ないんじゃないかなと思いますね。今が正念場というふうに考えます。で、もう一つはですね、吉川博家さんが築城したとされる小天守、はい、天守が2つあるんですけども、戦国末期に全国で初めて、あ、全国じゃない、山陰で初めて金星城郭っていう城を建てたのが米子城の小天守でして、吉川天守とも言われてますけども、これは復元できないかというですね、話です。平面図とか立面図とか残ってるんですね。花ばかりが残ってる。全国的に見てもですね、貴重な。貴重ですよね。軍事機密ですから実は残らないんですよね、はい、徳川家のお城ぐらいしかないらしいんですけど、なぜか米子城残ってます。これなんで残ってたかっていうのは まだちょっと謎的な。これは幕末にですね、改修執行してるんですよ。改修工事したときに、いい図面を、ね、その解体修理とか、はい、やっぱり元の形残しとかなきゃいけない、はい、ということで図面を引いてたみたいですね。なるほど。米子の豪商鹿島家ですね、本家と分家で1万両、今でいうと12、3億の自費で出して米子城を、ね、建て替えたんですけども、小天守を。その時の図面、これが残ってる。これすごいと思いますね。これ妄想なんですけど、米子市政100周年記念事業、2027年目玉事業として取り組めないかな。なるほど。あと5年ですね。米子から大津に変わっていった加藤貞義というね、殿さんがいるんですけども、はい、大津市は実は大津市政50周年記念事業かなんかね、復元したんですね。で、今はですね、1泊100万円ぐらいの1日城主なんつってね、城に泊まる、こんなツアーもやってますね。結構人気だそうです。1泊100万、はい、100万、100万ということでね、天守の城主の気分が味わえる、お殿様になれるから、ね、マニアは泊まりたいでしょうか ね、 ね、外国人なんかね、好きだと思いますね。そういうものもできないか、これは、妄想なんですけどね、まだ今の段階ではということです。じゃあ大河ドラマの主人公誰になるのか、今ね、吉川さん出てますけども、はい、まあ、この辺りをね、戦国末期に秀吉から賜って12万石の領主となった吉川さんがふさわしいんじゃないかと、いろいろ経歴調べてみますとね、文禄慶長の役でも活躍、朝鮮出兵ですね、第一次ウルサン城の戦いで牢城を余儀なくされた加藤清正公はですね、真っ先に突入して救い救援したと。加藤清正公の命の恩人なんですね。ドラマではね、ドラマですね、もう重要なポイントですね。になる、そうですね。それから秀吉公から日本総中七人七本槍、いわゆる武勇に優れた武将ということで称賛されています。もともですね、この朝鮮の駅でですね、実は虎を捕まえてましてね、加藤清正公は虎大臣で、そうです、ね、死んだ虎を送ってるんです、塩漬けして、はい、吉川さんは生きた虎を送ってるんです。で、二条城でしょうかね。で、徳川家康とか呼んでですね、みんなで監修したっていうんですね。何のためにしたかというと、子供がね、生まれなかったんで、需要競争に虎がいいということで、武将が競って送ったらしい。吉川さんはだけは生きた虎を送ったと言われてますね。それもまたドラマ的に面白いですね。いいですね。そうですね。そして関ヶ原の戦い、ご存知ですね。戦いで東軍を内通して、はい、毛利家の存続をまあ結果として勝ち取ったと。37万石を家康から拝領しながら辞退して本家存続を願ってね、本家が残ったと。周防長と30万石ですか、自分は3万石
37万石を棒に振って3万石で岩国に変わっていったというね、そういうことでいろんなエピソードが、ね、あって、これは全国的にいけるんじゃないかと、うん、大事候補として、ね、横田内膳さん、はい、これ今ここありますけどちょっと割愛いたします。この方が吉川博之さんですね、はい、ドラマの構成手腕作ってますね生誕から家督相続までね、これ実はの秋の日の山城の城主ですね、この頃この時代までいろんな武勇がいますから、9歳で初陣だったんですね、雨子攻め、雨子勝久を攻めたというんですよね、9歳で、そして米子城の築城とか朝鮮出兵した時代、米子城合戦戸田城の時代ですね、関ヶ原の戦いもやっぱり米子城合戦戸田城の時代の話でございますね、特にこの辺り中心に、そして関ヶ原後岩国にね移りまして、岩国城も築城して、岩国晩年になりますか、岩国城毛利家の運営ね経営に当たったという時代、あの大きく分けたこのぐらいに分けてですね、ドラマ使ってしたらどうかと、ということですね、これがあの領地なんですね、吉川さんの、12万石とも14万石とも言われてますけどね、この辺りですね、加賀戸田城に日の山城に岩国城に米子城と、ということですから米子城だけで完結はできないと思うんですね、あの吉川さんの生涯をそのたどっていくということになると、いろんな城とも実は連携しないといけないということじゃないかと思いますね、はい、これがあの誕生から家督相続の時代の関わった人物、豊臣秀吉ですね、宇多秀家、吉川元春、雨子勝久、山中鹿之助と、そうそうたる方々が、ね、ここに絡んできてます、はい、お嫁さんはね、豊臣秀吉の養女をもらってますんで、豊臣広家とも名乗ってたと言われてますね、はい、そして朝鮮出兵の時代、黒田官兵衛、黒田長政親子と非常に仲が良かったと、はい、ということですね、こういう方々が人間模様で出てくると、そしてこれがうるさきのうるさんじょうの戦いですね、加藤清正公、ここに籠城して5万6万の明と朝鮮の兵隊に囲まれて万事窮すというところを、突撃してですね救い出したというすごい物語があります。そして関ヶ原の戦いですね、最小殿の空弁当といいますけども、黒田長政と通じて徳川家康ともですね、密約を結んで毛利家の存続を図ったということで、120万石から30万石になったんですよね、まあ、あの廃絶の決定を一旦下してますから、あよくやったというふうに思いますね。でじゃあどういうふうにしたらできるかというとですね、唱えてもダメですね、生涯やっぱり他の仕事の時代もありますから、そこの方とのね縁連携が大事じゃないかと、米子吉川会というのを結成したらどうかとですね、今全国の吉川会が実は5つあるんです。あ、もうすでに5つあるんです。岩国の吉川、秋、岩見、はい、鳥取、駿河ですね、これだけあるんですね。仲間にしたらどうかなと、連携すればですね、一緒に大河ドラマですね、できるんじゃないかとということを考えてます。でこれどういう活動をされてるんですか、この吉川会。毎年ね、全国で吉川の交流会やってますね、持ち回りで。であのまあいろいろ研究したり、ね、語り合ったり、そのいわゆる吉川家の何て言いましょうか、功績を後世に伝えていこうという、そういう会が、ね、できてます、うん、鳥取もあるんですね、吉川杉家さんという、ね、方があのおりまして、秀吉に攻められた、ね、あの武将、自決した武将ですけども、そういうものがありますから、仲間入りできたらなというふうに思っています、うん、推進組織としてはですね、官民連携で鳥取県大河ドラマ誘致推進協議会、これを作ってですね、そこですね、もう平井知事に先頭になっていただいて、はい、NHK に働きかけ、圧力をかける、圧力を、圧力を、こういうことかなとですね。で今もうドラマ全部決まってますよね、23年はどうする家康、はい、24年は光る君へもう決まってます、はい、発表してます、25年まだ決まってないのが、どうかと、うつけの采配、これ吉川博之のことをうつけっていうんですよね。吉川博之が主人公の小説で中地桁さんという方がねしてます。これもこういう小説があるからですね、
でこれが多分来年の1月か5月頃に次の64作目を発表があると、ちょっとまずまなかなと思いますが、その後ぐらいですね、滑り込めないかななんて思いますね。タイトルも今勝手に決めたのかと思ってドキドキしました。小説だったんですよ。いわゆる信長と同じでぶつけと言われたんですよね。いろんなそういうエピソードもねございます。そして先ほどね、最後クラウドファンディング、やります。いろんなんですね、ふるさと納税の対象になりますし、魅力的な返礼品ございます。武者隊の隊員賞、ポロシャツ、武者隊の上りにネームが入る、レミグライツですね、または観光ガイド20万円いただきますと観光ガイド12回12回、はい、もうほとんど無制限に近いガイドもねさせていただくと、こういうようなこと3000回でございます、はい。これまた一つご協力いただければ、これは米子城の写真ですね。左側が従来ですけど調べてる写真、右側が割と新しいですね、最近こういう写真もあった、見つかったんですね、こういうものもありますというようなことでございまして、はい。時間過ぎたと思いますけど、大丈夫ですよ、はい、駆け足でお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちなみにクラウドファンディングの目標金額みたいのは、150万、第一目標150万円、150万円、発注がですね、一番安い発注は23万円、なるほど、なるほど、1着、まあ、これを、まあね、待つのに100万円まで言いませんので、はい、そんなの発注を大体6着分、そうですね、これ、はい、って感じで、そうですね、はい、で上はいいんです、200万でも300万でもいいですね、はい、それを期待するところなんです。ただし1円度も足りないと、149万9000円だったらですね、ゼロなんです、ゼロですよね、非常に怖いですね、だからよく夢見ますそういう夢、はい、1円足りない、はい、1円足りない夢もですね、はい、1円大事にしなくちゃいけないなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まずはトップバッターが川越さんのプレゼンでしたけど、はい、でもあそこまで細かく詰められると具体的に分かりますよね。企画書ですもん、あれは。やっぱスターは必要なんですよ、うん、でも吉川さんってどう聞いてもスターじゃないですか、はいはい、でもまだ知ってる人しか知らないみたいなのがあるので、多分そこかしこにファンクラブが実はあるので、うん、川越さんのあれではそのファンクラブをまず統合して政治の人とつながって、政治と一緒にまずドラマ作ってくれよとプレッシャーをかけていく、圧力って言ってましたね。びっくりしました、はい、でもそういうのはやっぱりそれぐらいのこう一緒になって動いて数をこう押していくっていうことをやらないと、でもあれだけ ねなんかこう、まあ、うん、ご本人は妄想とは言ってましたけど、はい、もうあれだけしっかりやってた、しっかりやってますから企画書としてね、うん、全然本当にまさにプレゼンっていう感じですよね。だからクラウドファンディング、これネットで見てる方もちょっと興味があるっていうふうになれば、それでポチッとしてくれれば、ね、うん、可能性がどんどん広がっていくわけですから。その代わりクラウドファンディングでいただいたお金では柵は作らないと。それは分かる。でもさすがにおっしゃってたじゃない、そこが難しいと、難しいと、ないから綺麗に見えるんだけど人が集まってくると危険だって話になってくるんです。その責任どうするっていう、必ずなるんですよね。だから一人一人がね、うん、節度を持ってね、盗聴すればいいんじゃないかと。いいこと言う、その通り。なんすかそんな。全然いい話じゃねえと思います、はい、はい。じゃあですね、はい、次の方をお呼びしましょうか。はい、米子映画事変実行委員長でやらせていただきます、はい、赤井高美さんです。どうぞどうぞ。赤井さんです。お待たせいたしました。どうも赤井です、はい、いやいやいや、すごくどうでもいいことをまず言います、はい、皆さん僕のことを赤井さんって言うじゃないですか、はい、米子ではね、赤井さんなんですよ。アクセント違うんですか？赤井さん、そうです。赤井さん、僕なかなか東京にかれこれ30年ぐらいいて、はい、で久しぶりに帰ってきて、あ、赤井さんって言った時に、あ、俺は赤井だって赤井じゃなくて、ね、じゃあ、僕らが言う赤井さんは若干の違和感とかあったりするんですか？あれさ、東京モードみたいなね。あ、切り替えがアクセントがあるんですか？赤井さんって言われると、米子モードみたいな。我々も米子だった時は赤井さん、赤井さん、はい、赤井さんにちょっと、そうなんです。まあ、本当にいきなり川越さんがいいこと言った後にどうでもいいことから。いえ、とんでもないです。はい、今度はじゃあ。さあ、今度はもう、この赤井さんのプレゼントを聞いて。ありがとうございます。はい、では、私、赤井のですね、はい、観光立国、米子ってあり、観光立国という言葉がですね、ちょっと前から、まあ、もうかれこれ、どれぐらいですかね、10年近くぐらい前に、うん、イギリス人の、
ていう人だったっけ忘れちゃった。著作で観光新観光立国論という本がですね、出てですね、はい、まあ、いろいろ日本でも観光ということになったんですけど、この観光というのは国際観光なんですよ。はい、でそれはまあ今よく言う言葉としたインバウンドと、外国から人に来ていただこうという、ね、そういうことなんです。もちろん国内から、はい、の観光もいいんです。それはもちろん大事なんですが、うん、僕が今回注目したいのは、着目しているのは海外からだ、はい、ということです。その理由として、まず日本というのが非常に低迷しているということはですね、まあ皆さんもなんとなく日頃のニュースとかで、何々でどこそこに抜かれたみたいな、うん、まあ、かつて僕らが若い頃は、世界第2位の経済大国が日本であるということになっておりましたが、もうぼちぼち、もう日本は先進国じゃないとまで言い出す人が、いるぐらいですね。それは一つは、そうそう思い出したデイビッド・アンダーソンという人ですね。デイビッド・アンダーソン、その人の、本なんですけど、まあよく言われるのはですね、やっぱり人口減なんですよ、ざっくり言うと。まあ減ってますしね、生まれてませんからね。で日本が経済大国になったのは実はですね、戦後いわゆる団塊の世代、最近では団婚の世代と呼んでしまった人もいますけど、その世代がですね、の頃っていうのは世界人類史上稀に見る人口増だったんですね、うん、それで我々はその日本が戦後、大復興したのはですね、日本人がすごく真面目で、一生懸命働いたから、まあ、もちろんそうなんですけど、じゃあ例えばドイツ人が日本人に比べて、真面目じゃなくてね、そういうなんでしょうね、一生懸命やらなかったかというとそうでもないわけです、はい、これは日本の人口がドイツの倍ぐらいあるっていうのが大きいわけです、うん、で、まあ、やっぱり経済っていうのはまあ人口なんですね、うん、共に、まあ、かつて日本を経済大国に導いためっちゃ人口増えてる状態が今世界人類史上戦争や疫病以外で稀に見る人口減のケースなんですね。あ、これはもう二次元余命のせいですね。あ、そういうのあるかもしれません。そこかもしれませんね。まあ、これがですね、一番大きな原因で、はい、そうですね、まあ、ほっといたら日本なくなっちゃうと。はい、うん、そうですね。それはですね、で、まあ、移民という言葉がよく出てきますが、はい、まあ、ちょっとやっぱり日本にはあまり移民、まあ、移民は多少入れてもいいと思いますけども、もともとあまりやってないのでちょっと抵抗もある。そうですね、ありますね。で、そこで国際観光なんですね。国際観光、インバウンドというのは、お金的に言うと移民と同じなんですよ。ほう。やってきて、そこでお金を落とす、はい。で、国内の観光って結局、例えば、ユナモの人が北海道行きました。うん、ユナゴで使う金を北海道で使ってるだけのことなんですね。うんうん、まあ逆も私しかり、はい。でも例えば、まあ、中国の人なら中国の人、アメリカの人ならアメリカの人が、アメリカで使うお金を、自分の国で使うお金を日本で使う、うんうん、で。しかも海外から来ると、例えば我々ユナゴの人がですね、大阪に観光に来ました。まあ一泊はするだろうけど、二泊、三泊は限界かなと思います、うんうん。でもやっぱりこの外国行ったら、もっといるじゃないですか、まあ、例えば韓国中国の方は近いですから、それとも 2,3 泊かもしれませんけども、例えばヨーロッパから来ましたと、うん、アメリカから来ましたって言ったら、まあ、1週間やる子がいるわけです、はい、そうするとですね、その人たちが使うものはお土産とか観光客向けだけのものじゃなくて日常生活のものを使うわけですね、はいはい、なのでその間彼らがいる間は移民が来てるのと同じなんです、うん、しかも大抵の移民というのはよく言われるのは、元の国で生活に困ってやってくるというパターンが結構あると思いますけど、はい、うん、そうじゃなくてこの人たちは余裕があって海外旅行に来てる、うん、はい、一時移民、そうですね、うん、はい、しかも国がそうは言っても外国人だから、国や公共施設が面倒見なくてもいいという意味で非常に経済的にはメリットがあると、うん、で、地方こそですね、そういう意味では、観光なんですね。それはどういうことかと言いますと、まあ、私は主に山陰、鳥取、島根、この辺りですね。はい、これ日本のモデルケースです。最近まではそんなことは思いもしなかったんですが、人口が減って、どんどん減っていって、経済的にも行き詰まり、次の手がない。新しい産業もなかなか出てこない。
それ山陰じゃんってことなんですよ。で、日本以上に急速に人口が減ってるわけですね。まあ、鳥取県の人口をよく言われるのが、まあ、杉並区とほぼ同じと。そうですね。小池3日間よりも少ないですね。そういうことなんです。ところが、杉並区の人口って、そんな減ってないと思うんですよ。ちょっと統計で取ってないですけど。鳥取県に着実に減ってるんです。なので、10年後は、あの頃はね、杉並と同じぐらいいたんだよ、と言ってるかもしれない。まあ、そういう意味ではですね、山陰っていうのは、山陰を救うことは日本を救うことになると。で、その中でインバウンドとなると、特にこの危機っていうのは人口減ですから、インバウンドって非常に大きい。で、インバウンドにはですね、よく言われるのは4つの4大要素。これがないと、まあこれがあるといいと言われるものがあって、これこう書いてあります。気候自然、食、文化と。はいはいはい。これは大事な順番です。まず気候ってのはどういうことかというと、いや気候がいいから行こうじゃなくて、いいけどさすがに気候がやばいっていうのがあるんですね。例えばどんなに素晴らしいオーロラが見えるからといって、はい、なかなかねシベリアやアラスカには行けないっていうのは、ね、あのロマンがあるからといってなかなかこの、ゴビ砂漠にちょっと、ね、なかなか行きづらいです、まあ、行ったら楽しいんでしょうけどなかなかハードル高い、はい。まあ、そういう意味では日本は、それこそ、北海道から沖縄に至るまで、まあ大体、まあ夏暑いとか最近言ってますけれども、うん、まあそうは言っても、そうですね。妥当な気候であるので、これ合格なんですね。はい。で、自然です。これはあの、観光の中で一番ボリュームゾーンでして、うん、まあ素晴らしい自然があるということですね。これ日本は特にそうなんですけど、まあ山陰なんかの場合は、ね、例えば、三平さんはあの、青森ですけど、はい。結構山陰って例えば東日本や東北とだいぶ違うと思うんですよ。あのなんか狭い箱庭みたいな感じでですね、山があったらすぐ海があるみたいな、うん、そういうところであの非常にバラエティに富んでいて、うん、なかなか、よろしいと。でまあ食、まあ、これは、まあ、まあ美味しいですよね。であとはまあ文化ということなんです。この4つの要素は日本大体どこに行ってもいいんですが、いいですね、まあ、山陰もなかなかいいでということです。そして不便さ、山陰っていうのはやっぱり例えば東京からのアクセスでいうと、まあ飛行機で来ればまあいいですけど、地上で行くのはなかなか時間がかかったりかかりますね。はい、確かの鳥取県じゃないですけど島根県のですね江津市というところありますけど、これ東京から一番遠い、日本で一番遠い場所だと言われていて、だから所要時間が一番かかると。要は直線距離ではなく交通を使った時のが、そういうことなんですね。その社会的には遠いと、また全般的に山陰は遠いんですが、それは例えば東京から観光に来る場合であって、例えばヨーロッパから来る場合、うん、じゃあ成田に寄りました、関空に寄りました、うん、まあ、それまで十何時間かかってんですから、そっからちょっとね少し不便なところに行くのは全然不便じゃないと、誤差の範囲内と、そういうことなんですよ。僕らもなんかあのかつて例えば仕事であのちょっとドイツに行った時にですね、せっかくドイツ来たんだからパリ行こうぜとかって、まあ、ついでで行く距離じゃないんですよ、確かにね。でも結構そういうノリになっちゃうわけですよ。で新幹線になってね、あの ICE っていうやつに乗って何時間もかけて行くみたいな。だから確かに東京からって考えると不便のように思えるんですけど、これ多分重要なのはあの時刻表通りに動いていれば1日2本だろうが3本だろうがそんなにっていうふうに多分なると思うんですよ。あ、はい、多分、はい、そうすると予定が立つわけじゃないですか。そうですよね。日本の鉄道ってすごく精密だって時間言われてますから、そうですよね。そこ不便だからダメだっていうことでももう僕もないとは思うんですよね。うん、そうですよね。そうですよ。だってもう5分遅れても何事かと思っちゃいますよね。まあそうですね。まあ、そういうことで、ね、まあ、地方こそ、インバウンドであるということなんです。でですね、ただこの、まあ、インバウンドの中の要素で、やっぱり自然と食というのがもう一番あのボリュームゾーンなんですね。はいはい、例えばよくテレビとかで、あのもうアニメが好きで日本に来ましたっていう人います。うん、はい、でもその人、観光客全体で言えばそんなに多いわけじゃないんですよ。うん、はい、で、やっぱりこの素晴らしい自然を満喫する。で、美味しいものを食べたいというのがメジャー。うんうん、だけれども、それ言ったら日本はどこでもそうなんだと。うん、では、外国人が山陰をチョイスする理由は何か。で、これが
フックとしてのコンテンツであるってことですね。選ばれるにはどうするか、どこなのかってことですよ、ね、そうなんです。はい、まあ、その特にここはって決めてなければ、例えば、はい、鳥取なのか、富山なのか、ね、山梨なのか、まあ、それはいろいろいいところがあるわけですから、うん、じゃあ、鳥取が選ばれる理由として必要なのは、やっぱその、さっきの4大要素で一番後ろにある文化というやつ。文化が実はあのボリュームゾーン的には大きくないけれども、人を引きつける、動機づけですね。動機づけが文化である。はい、でさ、文化って何か、まあ、いろいろあります。例えば分かりやすいのはやっぱ京都だとか、うん、はい、そういうね、あの、日本の伝統文化みたいなもんですけども、はい、太鼓はさておきって書いちゃいましたけどさっきのちょっと前提をひっくり返してしまったんですけど、テレビでエンターテインメントになっちゃいますから、そこなんですよ。探偵っていう問題も出てくるんですよ、エンターテインメントにすると。どうしてもそうなんです。その大河はね、僕実は去年このプレゼンで大河ドラマの可能性というのをですね、はい、井口真嗣監督や佐々木菜子さんも交えて、はい、話をして、いや大河ドラマ狙えるだけの器だよと、吉川博家は、うん、でそれにはあのいろいろね、この大河ドラマになる基準は NHK は明らかにしていませんが、うん、これあの福井県が調べたあのデータがあるので、あのさっき川越さんがおっしゃっていた、まあ、鳥取県でその大河ドラマのね推進質みたいなのを作ってる、はいはい、結構もうすでにあって、僕の知ってる間は福井県なんかかなりやってるんですね。でそのいうのを見ると、まあそのもちろん そういう対策で吉川博家を大河ドラマにというのはあり得る話で、僕も目指すべきだと思いますが、うんうん、とはいえ1年に1本の大河ドラマを狙っているハイエナのような自治体がですね山ほどいるはずなんです。山ほどいるはずなんです。で、そうなんです。その中で常連の、例えば家康だ、秀吉だ、信長だみたいな人たちを別にして、吉川博家も含めるそのいわゆるですね、歴史スター予備軍みたいですかね、はい、まあ、僕はあの真田幸村があるなら絶対あるじゃんと、うん、で天下人家康秀吉信長にはかなわないですけど、うん、まあね、幸村ってそういう意味では人生の最後に家康に突撃したというのが花で、うん、そこから物語が紡がれるわけですから、うん、ただやはりライバルが多いということで、まあ、将来的な目標としては非常にいいと思うんですが、過去その経済効果絶大だったけど、やっぱ3年ぐらいでなくなっちゃうケースもあるし、そこは慎重にいかないといけない。だからじっくり、まあ、さっき川越さんがおっしゃったみたいに官民一体となってですね、はい、ちゃんと研究してやっていく、うん、実現するのも大事だけど維持していくのも大事。じゃあ俺の考えるフックとしてのコンテンツは何かっていうと、アニメなんですね。来た、アニメコンテンツ。さっきね、アニメ不安がはそんな多くないよって言いましたけど、うん、フックという話ならまた別なんだ。別ですね。例えばアニメ不安じゃなくても、この例えばなんですかね、大笑いですね、はい、ガルパンで行くんだと言ったら、ガルパン知らない人でも、あ、大笑いってとこあるんだと、うん、分かるじゃないですか。まあそういうことなんですよ。そこですね。でアニメのやっぱ浸透力というのは、僕もその若い頃からずっとアニメの業界に身を置いてですね、海外とかにも行って、うん、アニメの浸透力の凄さというのは本当によく感じます。日本のコンテンツで、よくまあアニメがすごい、漫画がすごいというのに対して、いやそんな海外行った時にみんな日本のアニメや漫画とか見てないですよっていう人いるんですけど、それ言ったら他の日本のコンテンツ見てるやつ見たことない。確かに確かに確かにそうなんです。竹市場くらい実は。まああとはあれですよね、あの町明の孫悟空とか、あの辺ですよね。イギリス人のね、年配の男子はみんなあの町明の真似ができるんですけど、うん、まあそういう意味で言うとやっぱり浸透力素晴らしいです。すごいですね。特にまあアジア、はい、今度アジアに関しては、はい、東アジアに関してはまあ日本とほぼ同じですね。でまあヨーロッパ。で、あとは、意外なところでは中東ですね。やはりあの僕も以前ドバイに行った時に、やはりあの未だに、永井豪さん原作の UFO ロボブレンダイザーが絶大な人気でして、はい、別格の、まあ、いわば日本で言えば鉄腕アトムのようなポジションなんですよ。そのいわゆるこの始祖というか、カルチャーショックを受けた最初の一本とか。そうなんです、ね、それはもうグレンダイザー。グレンダイザーなんです。
僕あの、ドバイのですね、あの、領事館の人だったかなに話を聞いたら、こっちでは争いこと多いけど、部族間の争いとか、宗派の争いは、サッカーとグレンダイザーで解決すると。名言ですね。なんかね、雰囲気あるともグレンダイザーの話題になると、ああ、見てたよとかですね、俺あのキャラ好きだみたいな。なるほど。で、それで育った人たちが今は結構、年配になって高い位置にいるので、はい、中東での人気すごいです。その、そのドバイのイベンターの人が永井豪先生を呼びたいって言うんですね。で、中東というのは性的な表現だって非常に厳しいところ、はい。そうですね。いや、あんたらもグレンダイザーの永井豪だと思ってるか知らんけど、永井豪先生、はい、エッチなの結構あるよって。結構仮面の人だぞと。ね、結構仮面の人だぞ。あれ違うね。そしたらですね、大丈夫です。永井先生は神ですからって言ったんですよ。いろいろとっちらかってもらってますね。それすごいや、君たちのあなた方が信じてる神の教えのさらに上を上へ。神なんだと。なんかそのいや、特定の神様以外の神っていうのを、それなんか、ちょっと違法になるんじゃないですか。大丈夫なのかって心配になりますけど。そういうぐらい、やっぱり日本のアニメっていうのは、まあそういう浸透力なんですね。まあ南米なんかもやっぱりそうです。そうですで、まあ、それでアニメ聖地というのの、になるメリットがあるんですね。で、まあ、例えば山陰っていうのは非常にあの素晴らしい自然があり、食べ物も美味しいですけど、まあ、山陰の特徴としてその良さをアピールすることが非常に下手だと。でその証拠としてですね、こんなに素晴らしいイベントの名古屋映画事変の観客動員が非常に少ないんです。なるほど、なるほど。届いてない。あの届いてない。あとやっぱりなんかね、自慢がなかなかできないということなんですね。で、まあそういう意味でもそのコンテンツによって広がっていくっていうのは非常に参院というものがフックとして重要であるということです。うん、で、そうなるとやはりアニメっていうのは地上波のアニメ。そうなんです。アニメっていうのはまあうちあのインターネットのウェブ限定のアニメでガイナ様が作ってます。まあちょっとまだ6話しかできてないんですけど、YouTube配信ですよ。そうなんです。これね、制作が滞っている理由の一つはやっぱり、なかなか広がらないっていうところで、ちょっとそのあのいろいろ不都合も生じてるんですが、やはり今でもアニメっていうのは日本のアニメイコールテレビアニメだな。これはやっぱり動かない。まあそれは本当に。お二人ともよくご存知だと思うんですけど、浸透力という意味ではそうですね。と言って、じゃあ、山陰のアニメを作りましょうよって言って、こんないきなり地上波の番組できるのかっていうと、それはできない、できないですよね。で、僕が思ってるのは、まあ、今、あの、ウェブのコミック誌があるじゃないですか。はい。はい、で、これは、ここから、例えばですね、じゃあここで、僕が、なんだろう、例えば、ジャンププラスに持って行って、連載してくださいよ、この企画をって言っても通んないと思いますが、じゃあ、例えば、鳥取県がですよ、はい、鳥取県をテーマにしたコミックス、内容には口出しませんよって、それに対しては鳥取県が、予算出して、いろんな部分を負担しますよ、うん、と言ったら、そのお金欲しさというよりは、あ、そんなことやる自治体があるんだと思って、うん、面白がって乗っかってくるウェブコミックスのちょっとメジャー系なところがありえるんじゃないか、うん、まあ、かつては例えばジャンプ本誌以外アニメにならなかったですけど、うん、例えばスパイファミリーなんかはジャンプとか、そうですね、今もうネットというかアプリとかで読む漫画の方がちょっと主流になってます、ね、うん、そうなんですよね。それでサンデーマガジン、ジャンプ、こういったものはやっぱりこの物理的に厚さがあるので、うん、ここで乗っけれる漫画の数が限られてるわけじゃないですか、うん、そうするとやはりあのなかなかそこに入っていけないですけど、うん、あの理屈の上ではウェブコミックス誌というのはどんどん企画増やせますから、うん、なんかこう自治体が推してる漫画って面白いじゃんということで乗るかもしれない、うんうん、でこれがそのままヒットしてアニメになればいいですけど、そう簡単じゃないです、ね、確かに。ただよほどこけない限り続けていけばいつかアニメになるから、うん、という作戦なんですね。で、まあ、企画の例としてですね、天聖学園バトルものとかです。天聖、抑えますね、天聖を。天聖なんですよ。つまりどういうことかというと、吉川博之が
現在の学園に転生してバトルするんですね。で、吉川広家だけじゃなくてですね、他の3位の歴史上のもの、例えば島根県も含めて、あの学園には大国主がいるとかですね、この学園にはさっきのね、あの山中鹿之助がいるとか、転校生の後鳥羽上皇がいるとかですね、まあ、そういうものです。あと、まあ同じように、転生魔法少女ものもいいかなと。まあ、吉川広家が転生して魔法少女になっていると。ね、両方ともちょっと FGO みたいな感じがありますか。ああ、そうですね。まあ、そういうのを追いかけるみたいな感じ、はい。もう、吉川広家を女の子にしてしまう。まあ、そういうことですね。まあ、これも、まあそうです。今多いですからね。多いですからね。歴史の偉人を。ですです。で、それを、何でしょうね。自治体が絡んでやってたら、かえって一周して面白いんじゃないのかな。うん、まあ、このような、ことから、まず、ウェブ誌でですね、どうしてもら自治体とか地方が、PR のためにやる漫画って真面目な漫画、イメージでもしないように、はいはい、ちょっとエッチなのは控えてください、暴力やめてください、うん、そうじゃなくて、そうもうベタなこんなの、はい、で、学園でですね、なんか転生した吉川広家が、バトルを繰り返してそうすると、全国大会に行くと、秀吉が転生した。いろんな転生者がいろんな全国大会に行くと。で、同じ時代のやつだけじゃなくて、いろんなやつがもっとね、こう出てくれば。あそこは坂本龍馬おるとかですね。はいはい、まあ、そのようなものだと、結構面白いんじゃないですか。うん、そうですよ、ね。うん。それを、まあ、自治体の偉い人たちも分かって、みんなで楽しんでくれよって、偉い人たちも分かっているようだっていうので、他の人たちが今面白がる構造ありますからね。それはお役所としてはできないんだよっていう声も分かるんですけど、面白がらせるにはもう、みんなで納得づくでやらないとってところもありますよね。そうなんですよ。このガルパンの、状況のレポートって結構ネットにあるんですけど、その中で野村総研が作ったやつの最後のまとめで、大事なのは、自治体は応援するけど内容には口を出さないことっていうのが、これはすべて敏感に任せる。本当冷静に考えたらガルパンを、はい、その自治体が取り込むってすごい話ですよね。電車に乗る女の子たち、うん、架空の武道、はい、っていうので理解できないと思うんですよ、うん、そうなんですよ。僕もねちょっと古いタイプなのでもうミリタリー大好きですけど、いや、それだけに僕らはですね、戦車のプラモデルを作りながらも、常にちょっと言い訳のように、戦争の悲惨さみたいなこともね、こう意識してみたいなことを言ってたんですけど、いや、それが女子高生が、ね、戦車に乗って、それはないやろと思ったらあると。そうですね、で、見ると面白いわけですよ。面白いですよね。うん。で、まあ、そういうね、ことですね。うん。ね、どうですか、こういうのって。いや、でもいいと思う。いいと思いますよ。でね、僕素晴らしいのは、そのいろんなその、ガルパンとか他のにもあってですね、はい、ラッキースタとかいろんな、はい、いわゆるその経済面から見たレポートを見ると、すべて共通しているのが、最初はアニメ関係ないところであった。はいはいはい。はい、オタクが来ると言って嫌だという拒否感がある。うん、でも、まあ、客が来るなと言って何件か協力する。うん、そうすると、来るオタクが、なんだろう、実際接してみると、礼儀正しくていい子ばかりで、まあ、一生懸命お金も落としてくる、はいはい。そして、例えば、朝ドラとか大河ドラマで集まった人は、2年3年経つとどんどん減っていくのに、うん、アニメのお客さんは、ファンは減らない。減らない。うん、で、そうこうしてるうちにですよ、ここでもどんどん時間が経てば、結婚して子供もできて、親子で来たりしてたと。うんうん、その意味では、アニメ聖地というのはですね、非常に重要である。重要です。これを、自治体込みで仕掛けて、積極的に仕掛けて、うん、そういうのをなんか自治体が観光客目当てでやってるのって、ちょっとそういうのはなんか嫌だよなっていうのから、ぐるっと一周して面白くなるということを目指したらどうかというのが私のプレゼンでございます。はい。はい、素晴らしい。ありがとう。ほんと米子町のね、はい、上なんか、うん、出てきてもおかしくないし、なんかあそこ舞台になんかできそうな気はするロケーションですよね。しょっちゅうあそこに転生しておいてもいい、うん、なんか特殊な転送台になって、うん、あとだから僕思ったのは、
あの赤井さんのこう、はい、こういうものの、あの、はい、アニメとは逆に、僕は、あの、自分とのジャンル分けとして、呼び水アニメって呼んでるんですけど、はい、何か趣味的な、ホビー的なものをやっている女の子、男とかたちっていうので、はい、あ、そういう趣味ってそういう人たちなんだっていうのは今いっぱいあるじゃないですか。まあ、ゆるキャンしかり、本気だと、ドゥイと言わせる人か。だから一時期その聖地にしようっていうんで、この舞台を徹底的にディテールを、この舞台ありますよ、この建物ありますよって書くんですけど、そんなにみんなわっしょいわっしょいになるかって、そこ難しいので、うん、いや、その何をそのプロセスとして面白がらせるのかっていうのがきちっと、その最初にアニメにする前にウェブでもあの小説でもいいんですけど、それきちっとこれいけそうだっていうところまで叩いた後で組んでいけば、米子城が面白いっていうんで集まった女の子の話でいいんですよ。ああ、ただ舞台にするということではなくて、行ってみたら楽しかった、でも遠いんでどうやったらお金稼げるかっていうようなところで話が組めればっていう考え方でも、僕はその聖地だからって言って必ずそこに住んでなきゃいけない高校生の男の子女の子だけじゃなくても、もう時代が変わってきてるような気はするんですよ。確かに間違ってるかもしれませんけど、でもそれはいろんな可能性があると思うんですよね、うん、僕さっきの演舞見てて思ったんですけど、はいはい、あれをやる女の子のアニメっていうのがいいんですよね、うん、なんか女の子たちがちょっとそこの、うん、自分たちの街を、あのね、あの武者隊にね、女性もいますよ。あ、いる。で実際見たことないですが、ニュースではその面接をしてですね、募集していっぱい集まってる中に女性もいましたんで。でもなんか設定としては全然無理のない感じですよ ね、 そうですね、女性の、それこそ女子高生たちがとかっていうのも、うん、だしっかり面白いドラマの中でこれがモデルになっているっていうのが分かれば、今度はチョイスする人たちは悪い意味じゃなく軽い意識で全部いいところだって分かってんだけど、どれにしようかなって迷ってる時に、俺はこれ面白いと思ったからここでいいやっていうチョイス、そのフックですよね、はいはい、それでいいっていうところですから、そういうのでも全然ありなんじゃないですよね。でやっぱり大事なのはそのコンテンツが面白くて、うん、普通に純粋に楽しいから不安になるっていうことがまず最低限大前提、はいはい、じゃないですか、まあ、そういう意味でさっきそのウェブ漫画誌でやると言ってるのは、要はその物語を作る、その本当にプロと組んでやっていくことが大事だと、はい、うん、そしてそのプロの、その、裁量に任せて、で、こちら側は応援する一方である、うん、まず最初にもういきなり連載前からファンがついている企画として、うん、やっていけたもらえればいいのかなというふうに、思っている次第です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ということでここまでがプレゼン、赤井さんのプレゼンでしたけれども、はい、さあ、じゃあ漫画の机が出てきましたですね、はい、素敵なゲストをお招きして、はい、観光立国米子の可能性というテーマでディスカッションを、なるほど、行いたいと思います。ディスカッションという名の雑談をするというようなんですね。いや、ディスカッションですよ、ずっと真面目だったじゃないですか。いや、雑談から全て生まれていく。そうね、重要ですよね。そうですよ、はい、ということで、じゃあその雑談を繰り広げる素敵なゲストの方をお呼びしたいと思います。その呼び方はおかしいな。その呼び方はおかしいな。ここで雑談ということじゃないですか。ゲストの武田康弘さん、佐伯ひな子さん、そしてプレゼンをしてくださった川越さんです。どうぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、武田さんと、ちょっと待って、誰だ、っ待って、誰だ、あれ誰だ、あれ武者隊の方が入ったと思うんですけど、桃太郎侍が乱入して欲しかった。あ、はい、そうですね、来たりそこで、そうですよ、さっきの武者隊の皆さんの演舞に乱入すればよかったです。これなんか結婚記者会見みたいになっていました。大丈夫です。あれふざけてる記者会見。はい、そして先ほど川越さんも出ていただいて、はい、このメンバーで繰り広げて、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ということでディスカッションですけれども、まずゲストのお二人に、うん、どうですか、あのプレゼン、お二人のあのプレゼンを聞かれて、あ、しゃべれない、はい、あ、僕からタイムスリップしてきたんだ。いやいや、なんか初めて知る人で、転生者だぞ、あれ転生者ですよ。いや、この格好にもね、理由があるんですよ、ちゃんと。後でまた説明します。はい、まあ、それはどうかとして。いや、二人とも、なかなか良かったです。面白かったし、すごい可能性を秘めてるなと思いました。うん、ちなみに、もう一つ追加情報として、赤井が言いました、ブレンダイザー、ヨーロッパとかね、はいはいはい、サウジとかあっちの方で大人気ですけど、人気、大好きすぎて、UFO のブレンダイザー。はい、
サウリの資本でリメイクが決まりました。もう発表されてるから、ね、いわゆるオイルマネーで、オイルマネーで、オイルマネーブレンダイさんが、ブレンダイ油で飛ぶ石油で飛ぶ、石油で飛ぶんだ、まあ、詳細はまだ言ったんですけど、一応作るぞって決まったのはやってます。多分 YouTube でサウジアラビア、ユーフォローブレンダイザーってやったら多分なんか出てくると思う。はあ、ちょっと後で調べてみよう。調べてみてください。すごい、はい、それぐらい好きなんです。そう、日本ではね、そうやってブレンダイザー大人気ですって言ってもピンとこない人が多いんですよ、ブレンダイザーと言っても、うんうん、マジンガー Z 知ってます、はい、知ってる知ってる、はい、その続編のグレートマジンガー知ってます、あ、知ってる知ってる、その続編のブレンダイザーって言うとそれは知らんって多いんですね我々の世代ではこたつに入ってグレンダイザーのモノマネがよくありましたけどね。UFO ですね。首だけ出して。まあまあ、そんなのありますけど、はい、すごい可能性があるなと思いました、全部。はい。まあ、後でこの括弧の説明もさせてもらいます。まあ、僕は気になるところですけど。はい、佐伯さんどうでしょう。はい、武田さんのこの格好をさっき見たときにちょっと羨ましいなと思いました。何か着たいなって思いました。すいません。でもなんかすごい皆さん面白いプレゼンで、これが本当に実現して、で私も米子今年で5回目ぐらいかな、来てすごいいいところだなと思っているので、うん、なんかこうもっとね盛り上がればいいなって思って聞いておりました。なるほど、はい、グレーンガイターはちょっと、まあ、大丈夫、知らなくて知らなくていい知識ですから、はい、吉川博家とはどうでした、ちょっとプレゼンを。僕も全然知らなかったんですけど、うん、話聞いてると、いやもっと有名でもいいはずなのになんで俺は知らなかったんだろうっていうぐらいはあるんですけどね、これ何かやっぱりあるんですか。吉川博家はまあ毛利一族なんですよ。ただ毛利一族的に吉川博家案件はちょっとタブーになってるようなところがあって、そういう部分もある。つまり関ヶ毛利歴史観だと関ヶ原で広家が家康に内通せへんかったら勝ってて毛利の天下になってたやんけーというのが常にあるんです。その中でやっぱちょっと少し吉川に対して、そうは言っても吉川家というのは毛利家の重臣として残るんですけど、ちょっと気まずい存在ではあったんですね。やっぱそのグレートではあるけれども、実際毛利は確かに川上さんがさっきおっしゃったみたいに生き残ったんですけど、120万石から30万石ちょっとになるわけですよ。つまり、企業の売り上げで言えば4分の1になったわけですよ、うん、そしたらリストラするじゃないですか普通、うん、だけど当時 その毛利輝元という殿様はついてきたいやつはついておいでなんて言っちゃったんだ、みんなついてきたんですよ軒並み全員給料が、まあここね、報読が4分の1になったわけだ、はい、でこの貧乏は言いたかないけど吉川さんのせいだよねというようなところもあり、なんとなく、明治、時代に、ね、長州が天下を取ってもなかなか吉川は英雄だという感じ、あとしかもその頃というのはやはり真田幸村が脚光を浴びたように勇ましい人が戦って最後戦って死ぬわけじゃないですか、うん、あれがもてはやされたわけです、うん、吉川博家って一番の晴れ舞台で戦わなかった人なんだよ。その日本中の戦国武将が集まって、ここがもう最後の、ね、手柄の立てどころだというところで、自分だけじゃなくって西軍の主力部隊を全部押しとどめて参加させなくて勝たせたので、まあ、これが、ね、昔はちょっとこれはそうですね、卑怯なやつだという見られ方をされていたわけですね。逆に言うとでも今で言うとだから戦わなかったことを選択した男ってことですよ。そういうことなんです。その切り口だったら全然やっぱいけますよ。今だと描き方は多分いろいろ変わってくる。そうなんですね。その彼の思いの中で家康に天下を取らせることによって、今後ね日本が260年間平和になったというものをね考えると、なかなかどうですか。そうね、ですね、まあ毛利輝元ですかね、総大将、ここもやっぱり出陣してないんですよね。大阪城にずっといたという、やっぱこれはひょっとしたらもうすでに毛利全体でその方針が出てたんじゃないかなというような感じします。そうしませんとね、
一番先頭にですね、先陣を切る役を吉川博家が南宮さんで前に、後ろに本体ですね、毛利の本体、毛利秀元が3万ですか、吉川博家は3000ぐらいだけどね、そうですね、後ろに長宗我部元親とか南国寺永慶とか後ろにいるんですよね。なぜ一番最初に、ね、そのつまりどうにもなるというようなところに吉川博家を配置したのか、許したのかというと、なんとなくね、デキレースのような気がしますね。はい、僕はですね、やっぱりその毛利の中でやっぱ吉川博家の武勇の伝説がやっぱすごくて、とりあえず戦のことは広い家に伺い立てなきゃっていう雰囲気があったと思うんですね。そのさっきの川越さんのプレゼンでもあった通り、朝鮮であの加藤清正を救ったり、あとほとんど戦に負けたことない人なんですよ、この人で。それが一番人生のクライマックスで、できあのいわゆる内通で戦わなかった人なんで、まさかこの人が戦わないとはとっていうことなんですよね、うん、まあそんなことですけど、はい、よく調べてみますと、あれですね、はい、家康に恩義があるんですよね。そうです、そうです。から黒田長政とか東軍の、ね、武将にも助けられて、親子二世代にわたってね、あの交流があったり、はい、信頼し合ってたと、はい、またはその家康に、こうね、中毛利のこうか、なんていうかね、あの領地の配分で、まあ、この辺もね、僕と川越さんで喋ってるとどんどんマニアックになりますけど、まああのね、石田三成がね、あの毛利 の領地をシャッフルしようとしたんですよ。で、それはあの広家のライバルの毛利秀元も嫌で、あのそしたら家康がね、あ、それなしって言ってくれたんです。で、家康っていいやつだっていう。で、石田三成嫌なやつだなっていうのがあったみたいですね。まあ、朝鮮出ね、朝鮮行ってますからね、はい、大体やっぱり石田三成は、ね、うん、朝鮮行った武将から選ばれてますから、うん、そういうものもやっぱ根にはあったんでしょう。どちらかつ負けるという見極めだけじゃなくてね、そういうものがあったのかなと思って、ただやっぱり毛利があのそういう境遇に置いちゃったんですね。で、幕府は大名として参勤交代にしてるんです。だから江戸にも屋敷があったんですね、吉川博家は。でも毛利本家は認めてないんですよね、藩として。ずっとやっぱりさっきね、赤井さんがおっしゃったように120万石か30万石になったというところの責任を吉川博家に押し付けたかった、うん、その辺の気まずさなんですよ、ね、うん、幕府はあの評価してるから岩国藩という藩だと認めてるんですけど、毛利家ではいや藩じゃないです、あれうちの家来ですからっていうことでですね、あの明治時代になってから初めて岩国藩っていうのは正式に認められたんですけど、まあそんなことですね。そこのやっぱり再評価としては必要かもしれませんね。うん、そうですね。この米子でもね、あの米子城騒動ってあって、ね、はいはい、あの中村忠和という殿様、はい、少年大名に、ね、暗殺されたのが横田内膳という、ね、はい、家老だったんですけども、これも長い間やっぱり殿様の方の歴史の方が、作った歴史の方が評価されてて、うん、横田内膳という家老は悪人扱いをされてたんですけど、やっぱり歴史見直しして今はもうすごく評価、再評価されてます。そういうことがひょっとしたら必要かもしれませんね。そうするともっともっとこう高まって、人気が高まるんだろう。でね、米子城で何か物語をっていうと、まあ吉川博家にしようとか、よかった内膳にしたいみたいな、ある種競争になるんですけど、僕が先ほど言った転生ものだと両方出せますから転生ものだと重要なんですよ。横田内伝が転生した魔女っ子とかありますからね。うん、でもね、せっかくだから武田さんと佐伯さんにもそのなんですか、その岩尾の可能性とか、こういう観光のアプローチ、うん、いいんじゃないかみたいな話も、うん、まあプレゼントまでいかなくても今結構ちょっと歴史的な観点のスターっていうのでちょっと聞いてたんですけど、うん、やっぱり、ね、そういうのと違う、あの二方の話聞いてるとへえって知らんことばっかりやから、まあこれね、ディスカッション、雑カッションですからね。雑カッション。新しい言葉生まれましたね。雑カッション。雑カッション。はい。どうぞ。その辺の、佐伯さん、食べ物とかどうですか？その観光というかちょっと違いますけど、やっぱり女性にも来てもらいたいっていうのは、うん、あの観光地としては大きいわけですよ。あ、はいはい。女の人ってやっぱり3人、4人でフラッと旅するっていうのは好きじゃないですか。好きですね。おそらく。そういう人って言ったら、女性にこう好まれるような
街づくりっていうんじゃないですけど、この街に素敵だわ、もう一回来たいわみたいなところって何かありますかね。ちなみに夜なを来たら何食べてるんですか、佐伯さん。ラーメンでも重要なんですよ、木を蹴らうなっていうのも重要なんですよ。あと思ったのが、やっぱり友達とかと旅行に行ったりとかするときって、うん、まあ、食べ物ももちろんそうなんですけれど、あのお寺とか行って御朱印を集めたりとか、御朱印、あとはあのかわいいおみくじ、はいはい、なんかこう陶器の中に例えばリスとか、はいはいはい、夜なごのなんだろう、県庁バード鳥とか、トリピーですね、はい何ですか、はい、県庁、まあ、だいたいあの、あ、夜なごというか鳥取県は結構鳥キャラがいっぱい、あ、そうなんだ、はい、それをなんか陶器で作って中におみくじが入ってて、あ、それを集めたりとか、 あとあの思ったのが、夜なご城、さっきね、国井さん、あのライトアップはちょっと自分は反対派だみたいなことをおっしゃってました言ってしまいました。プロジェクションマッピングとかどうですかね。なんかこれちょっとかっこいい、あの、うん、妖怪、夜なご城にまつわる妖怪の話とかをちょっとこうプロジェクションマッピングとかすると、若い人向けではもう AR でいいのかもしれないですよね、その、うん、天守閣みたいのは、そこに外せば見れるよっていう。ライトアップもやってるんですよ。あ、もうやってるんですよ。あの期間限定で、この期間はずっと毎日やりますよ。前あの、ポツンポツンとやったら、まあまあ評判が良かったのと、あと夜もあそこにあの城の石垣が浮かび上がるので、今まで夜なご城を意識しなかった人も意識するようになったのでということで、ね、結構限定でやってますね、1ヶ月とか。そうですね、あの私どももあの宣伝でありますけどね、夜なご城スターゴチームツアーですね。星座をですね、星座を眺めて、美味しいコーヒーまたは熱燗をいただきながら、シンガーソングライター、その歌を聴いて、美味しい、こういうツアーをずっとやっとるぐらいからやってるんですね。ああ、いいですね。今年もあとやります。コシトリ県って書いてありますもんね。コシトリ県。その辺の攻めどころもありますよね。うん、女子と、あとカップル、若いカップルとかにも、うん、ここはいいぞと。結婚してくださいって言うにはいいぞと。あのジンクス作っちゃう。でもさ、そういうのもあるんじゃないですか。縁結びのなんちゃらって言って言います。だって出雲の方すごいですからね。パワースポットの人らが。確かにそうですね。僕知らなくて行ったら びっくりするぐらい女の人が多くて。グージーさんがいたって、なんでこんなに女の人ばかりいるんですかって。あなた何も知らないんですかみたいな顔で。いや、縁結びの。神ですから、八重垣神社かな。だからあれですよね、すごいの人が10月に神様がみんな出雲大社に集まって、あの結婚相手決める。だから出雲だと神奈月っていうじゃないですか、神がね、神奈月って言った雰囲気だ、何しろ今、出雲縁結び空港ですからね。そうですか、あれで押してるんですよね。アピール、まあ、島根県はすごいんですよ。そういう意味で言うと、本当にあの江戸時代からね、観光でやっぱりやってるんで、同じ山陰でくくっても鳥取と島根で全然レベルが違うんです。多少のノウハウの蓄積みたいなのが島根にあったということなんですか。そうだと思うんです。なるほど、縁結びいいじゃないですか。まあ、一説によるとですよ、その出雲大社が縁結びなのもマーケティングでそうしたっていう、江戸時代にそのね、あの推しの人たちがいろいろ調べて、今江戸で一番神様に、あなたが江戸っ子たちに聞くわけですよ、あなたが神様に求めるものはダントツ縁結び、あ、うち縁結びです、なぜならば大国主はモテ男です。はい、バレンタインデーにチョコ配るの流行らせたみたいな。それ必要なんだね、やっぱりね、恋愛はね、いつの世も強いからですです。武田さん的にはどうですか。ですね、みんなで来ます、まあ、その前に武田さん、そろそろその謎解の理由を、入れ立ちのわけを、ああそう、いや今から言いましょう。はい、ですね、まあ僕はその、まあ、夜なご城陣営は、まあ、1回目と2回目の時は、まあ、メインのスタッフの一人として、まあ、動いてですね、まあやりたいって言った赤井君のオーダーを聞いてですね、まあ、僕なりにですよ、あの解釈をして、その夜なごの人たちが夜なごという町を再発見するという形がいいのだろうと思ってですね、まあそういうふうに考えたんですよ。で、赤井君がネギマンという映画を撮るというんで、その時も、あ、じゃあエキストラを地元からガンガン募ろうということでやったわけです。
それで、まあ、そこからまあ11回目になってですね、まあ、ネギマも今だ健在で頑張ってるなと思うけど、やっぱりもうここで一つ欲しいなと、うん。で、その時に、11年前ではなかった現在は、その米子城というのが非常にクローズアップされてきた。で、もともと米子という町も非常に城下町で古いですし、で、米子の映画事変の最初の頃やってる時に、ちょっとトラブルがあって、そのあるお宅に、ごめんなさい言いに行ったわけですよ。そしたら、そこの家が古い。いわゆる町屋にで古くって、もう中入ったら、ほんの中入った人がすごい古いんですよ。で、ごめんなさい、謝ったんだけど、あまりにも古くって、ごめんなさいって言いながら、ここ地区何年ですかと謝りに行ったの。そうそう。いや、本社も200年から経ってると。あ、もう江戸時代からあるんだと、うん、思いました。で、僕今京都に住んでるから、まあ古いものにはもう山ほどあるんですけど、でも、その、京都は京都でまだちょっと特殊な位置があるので、またやり方は違うんですけど、米子の場合、米子城っていうその現在、シンボルがあって、で、古い、いわゆる商店街とかも昔の、いわゆるその城下町の時の商店街のことになっていると。まあそこは京都とは同じなんですね。で、そういうのがなっているというのならば、じゃあ、米子城というシンボルと、その昔ながらの通り、商店街と、城下町というところを利用して何かできへんかなと思った時に、時代劇作るのいいんちゃうかと。で、時代劇って大変なわけですよ。セットから何から現在から違いますから、ね、大変なんですけど、そこは無視しようと。つまり登場人物が全員こういう格好してるわけです、はいはいはい、まあこれずらちょっとゴムずらでいいんですけどで、まあ理想ですよ。まず理想でいくとですね、登場人物は全員時代劇の格好してる。で、まあ吉川さんがおったような時代のやとちょっと違いますけどね、これはもっと江戸時代のあれですけど、で普通の商店街なんかみんなこうやって歩いてるんですよ。歩いて登場するんですよ、うん、でみんなそうしてて、で周りの町のエキストラの人も全員そんな格好してるんですよ、はいはい、町の人だったりとか侍だったりとか、ね、いう形でやるんです。だから今回、ね、さっき皆さん甲冑見て出てたけど、僕も一瞬甲冑しようかと思うんだけど、でも普通に町の中歩くとした時に甲冑って変ですよね、うん、だからまあこんな感じなんです。うん、で商人がいたりとか、ね、他いろんな人がいたりとかっていう中で、もう町の人たちが、世の人たちがみんなエキストラでやって、その中で一つ物語、米子城にまつわる物語を、うん、していくっていうのは僕すごい面白いんじゃないですか。とにかく僕が考えているいつものポイントは、とにかく皆が参加するというポイントなんですね、うん、っていうのを、考えて、それは一生以外は全部現実のまま。そう、現実だから普通に今のもう道アスファルトで車とかブーッと走ってんだけど、関係なくみんなもね、これは朝焼けとのどうとかってなことをやるわけです。いいですね、うん、ローソンを面白い。そういう会話もないんだろ。ローソンでなんか豚まんこうとかわかんない。まあまあ、ある種ちょっと勇者よしひこじゃないけど、そうバレを気にしないっていう、そう、もう気にしない。だから演じてる人にはもう昔の江戸時代とかそれ以前の街並みが映ってんの、うんうん、で天守閣見て、お今日もお城はって言った時にフワワワンと天守閣がないんじゃん、うん、っていうのがある。まあもちろん映画やった時は何やったら別にね、お城を CG かなんかで出してもいいんですけど、ていうのはそうなんです。でもそれ以外は全部そう。ただ大広間とか行くも別に大広間である必要ないです。いや、いいんですよ、別にどこかお寺さんのねとこ借りてやっても全然構わへんけど、もう大広間で殿が外様に来て、はぁ言うてる時に、この辺のホールでも言うわけですよ。まさにここ使って、うん。そう、うん。っていうような形をやって、やると、もっと、なんていうかな、皆が参加した上で、その細かい、実際昔は僕ら知らなかった、吉川博之さんとか、その手の人たちのことも分かるんじゃないか。はい、うん。で、かつ、その中にちゃんとストーリーは入れ込む。まあ、どういうストーリーがいいかちょっとまだ僕も勉強不足で分かんないんですけど、まあ、先ほどから出てるような、まあ、吉川さんの話でもいいし、誰やったっけ、その、家老がやったっけの話でもいいし、そういうのでも構わない。うん。もっと、とにかく、その、ポイントは、町の中で、みんながずらかる。まあ、これも今日ゴムずらですけど、面白いと思うんですよ、体験として。単純に話題すごくなりそうですね。まあ、どこまで真面目に作れるかですよね。そう。うん、だから、メインの役者さんは、最初みたいな感じで、みんな、プロの役者でちゃんとやる、うん、メインは、うん。やっぱそこはきっちりして、でも、うん、その他を大勢と言ったら、みんなマシの人でいいんですよ、うん。で、ポイントとしてね、僕、よく、渦政の映画村で、
やっぱ時代消毒やるんですよ、たまに遊んで。うん、でこの前もヨーロッパとかアメリカからコスプレイヤー来てたんで、一緒に遊んだ時も僕もやっぱりそういう侍の格好をして一緒に会ったんですけど、なんか和服着て、それも特にいわゆるお正月の和服と違って紙芝とかこんなんて着ないじゃないですか。猫、うん、日本らしい場合してますけど、こんな刀なんて刺さないですよね。うん、でかつ以上のポイントはズラなんです。ズラは金がかかる、まあ、僕今回はあまりにもお金かかるんで僕のズラにしましたけど、実際のズラとメイクをするとですね、気分が変わるんですよ。お、うん、これね、皆さんもし、ね、京都に行く機会がありましたら、京都渦政映画村で、やってます。で消毒決めてズラとかも全部、本職がやってくれて、1時間渦政映画村の中をうろちょろできる。 もちろん写真とか撮り放題なんですけどね、写真やろうがビデオやろうが撮り放題なんですけど、面白いんですよ。でね、似合ってる人はですね、他の観光客が来てですね、写真撮ってもいいですかとかって言うんですよ。あ、結構だよ、おいおいとか言いながらね、やるわけですよ。だからそういうのをやる、気分っていうのがあるんで、それを夜中の中の街の中でやっちゃう。被写体にはリアルマゲの人がいましたよね。ね。すごい、今の言葉で言うと、それ例えば観光で来て、そう、まあ、例えば、まあ、今言ったのはドラマの話ですけれども、うん、多少こうコラボして、例えばこの店舗ではさっき言ったローソンの店員がそういう格好してるって言った時に、写真撮りたくは多分なりますよね。確かに。でそれが SNS で上がると多分、うん、ミスマッチの映えみたいな感じではすごくなるよね。だからそういう映画の撮り方をして1回で撮るんじゃなくて、例えば短くていいんですよ。うん、10分15分ぐらいのドラマを何回か連続撮ると、うん、そしたら一年の中でそういう決めてやって、で、やると、うん、そしたら観光客も来た時に、何やったら観光客も一緒にやりますっていうのもありだし、別に普通に役者さんとか他の人たちみんなとね、もうだってうまくすればさ、やっぱりこう数十人とかありますよ ね、そこですよ、うん、そんなすごい人数がこの格好しましたのが出るわけでしょ。やっぱりそれだけちょっと祭りになりますから、なりますよ、うん、でもそれはただのコスプレ祭りじゃなくて撮影なんです。ここポイント、なんかあれっぽいかもしれないですよね、今のよさこい。プロのダンサーではないんだけど、素人の人たちが集まってダンス大会になってます、はいはいはい、でもあれでもみんなで参加してるから楽しいみたいな空気感があると思うんですよ。だこれは撮影に参加できる、時代の衣装が着られる、ね、着たいっていう人たちも絶対いると思うんですよ、それと場所が限られるっていうことで、なんで撮影であるかってことにこだわるかっていうと、僕はやっぱネギマン撮ってる時に思ったんですけど、やっぱり本番スタートしますって、よーいって言って、みんなシーンとする、シーンとして、お撮影本番始まるでスタートって言って、カチンコになった瞬間に、そのエクストラの人はね、まあ、ネギマンの時はみんなわーって逃げる役とかじゃないけど、やるわけです。そのよーいスタート、はい、カットとかっていう時の緊張感が普段ないですから、やっぱ面白い。緊張ですよね、あれが。ね、いや、プロでもそうでしょ、やっぱり。本当にそうですね。ね、やっぱりこの格好するだけですごいちょっと、異世界というか、ちょっと普段の自分とは変わりますよね。そうなんですよ。だから、コスプレがなんで流行ってるかっていうと、そこでもあります。そこですよ、異世界に行けるっていうね。それをあれですかね、あるいは直視当たりますけど、実際どんなことで誰がやるかみたいな感じになると、赤井さんですか。赤井さん。ね、他には誰が、ね、それをやるんだろうかっていう。じゃあちょっと髪型もマジガチちょんまげですね。武田さんじゃなくて。散髪行ったばっかりなんです。散髪行ったばっかりなんです。散髪行ったばっかりです。いや、まあ、僕が考えたのは、ネギマンの次にあるべき姿として何かなっていうのを考えたんで、そうですよね、まあ、撮るんやったら赤井君が。ただもちろん別に言うだけ僕は言うてっていう通りもないんで、ちょっとじゃあいかに、これをリアルにやれるのか、実際問題まだ和服はいいんですよ、今時中古の和服も多いし、芸人二足三文で何でも買えます、やっぱさっきも言ったみたいに、でも一番のポイントはズラってどうしてもお金かかるんですよ。でこの近辺でもズラとかズラをやる職人さんとかっていうのは呼べますし、そんなめちゃくちゃ大変なことではないんですけど、やっぱりズラの手配、あとメイクっていうのはどうしてもお金がかかる、今回僕は何でこんなにいかねえのゴムズラにしてるかっていうとメイクさん頼もうと思って
やったんで、手配してもらおうと思って、一応見積もり取ったんですけど、維持を借りるのも3倍ぐらいかかる。全然頭の方が高いですね。だから全然高い。あ、じゃあ時間かかりますよね。そう、時間かかるし、何も、普通の面、こういう面とちゃんとしようと思うと、素人ではできないんですよ、うんうん。メイクぐらいがどうにかなったとしても。やっぱりさっきの方みたいな普段からちゃんとやってるのに、いついかなる時でも有事の際に備えて。だから僕が今考えてるのは、じゃあいかにそれをリアルにやれるのかなっていうのは、まあクラウドファンディングとかもいろいろいいんですけど、さっきも言ったみたいに一発限りでは絶対ダメなんですよ。これ観光につなげようと思ったりとかすると、じゃあ祭りじゃないけどもちょっと連続性を持っていくにはとどうしたらいいか、そしたらその上での話題性、あとは米子に来る観光客に対してフックをどうつけていくのか、うん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 、ちょっと、まあ、まだまだ課題があるんですけど、まあ、その面白いと、まあ、僕も実は前その話はちょっと少し茶飲み話的に聞いたんですけど、面白いと思うんですよ。ただじゃあ俺にやれっていう意味で言うと、もうちょっと考えないといけないですね。いや、もちろんそのところ、今のところはそれ出落ちじゃないですか、うんうん、そう、うん、そこで何かあのちゃんとした面白さを作らないといけないですね。それはどうするのかっていうこと、しかも継続的に作らなきゃいけないとなると、うん、そんなにカロリーの高くかかることはできない、はい、そうですね、うん、でそうすると、まあ僕らの感覚やってきた、過去やってきた、まあ仕事というかフォーマットでいうと、俺は解決能天気だと思うんですよ。分かる人だけは分かると思うんですけど、ということは今主演が変わりましたからね。つまりあの変なやつがいて、そいつ出てきただけで面白いっていうキャラクターを作って、それだと続けて作っていくの、やっぱキャラクターにする必要があると思うんですね。まあそうやね、うん、分かる分かる、うん、でそれが分かんない、そう、広家なのか横田内田がモデルなのか、そうじゃなくて、まあ、オリジナルキャラクターで、うん、そういう人がその歴史上の人物に絡むのか分かんないですけど、なんかちょっとそこの辺の工夫はいりますよね、うん、まあそうですね、ちゃんと面白くないといけないので、アホなことやってるわで終わっちゃって、うん、と困るので、うん、まあそういう意味ではその実在の人物であろうが、あのそうでフィクションであろうが、やっぱりリアル、ある種のキャラクター作りは必要やし、うん、まあ、あの赤く抜いた時ですね、その解決の天気的な形でやるのか、うん、ね、あの旗本退屈とかみたいな、うん、をいわゆる米子ケースでやるのか、うん、例えばそのネギマっていうのは、まあまあある程度ローカルムービーとして成功したと思いますけど、あれの肝はとあのローカルで、なんでしょう、アマチュアがやってるのに特撮の完成度が無理に高いってところじゃないですか。あそこはそこはシャレになってるわけですよ。そこで妥協してませんみたいな、そうすると、まあ、それはなかなか継続的にやるのはそのアプローチは難しいので、うん、どこかやはりこれさえこれさえ出してやらないとっていう、そういうことですね。まあ、あの今さっき言ったのは、まあ、ある種の理想の、うん、さっきも最初に言ったみたいにね、うん、なところであるんで、じゃあリアルなところに落とし込むのはどうするのかっていうことはあります。さっき言ったように、ね、ズラは高いっていうのがあるから、じゃあ例えばもっと考えたら、じゃあズラやめるかとかね、うんうん、別にあのそれはそれで、まあ、さっき言ったポイントとしてはズラはたあのポイント高いんだけど、でもメインの人以外はズラなしにする、その代わり逆にみんな和装して、うん、そこはそれっぽくやるとかね、うん、まあ、戦国とか安土桃山だと必ずしも酒屋に沿ってないので、まあそうですよね、一部だけね、あの2人ぐらいやってて、あとはこの南原神で紛れるぐらいいいんじゃないかと、はい、そうですね、うん、まあ女性だって別に日本髪である必要ないですからね、みんな結構普通にあのロングで流してたりしますからね、うん、はい、さあということで議論は白熱の一方をたどっておりますけれども、いろいろな企画も上がりつつ、はい、問題点もなんとなく見えてきましたね、はい、お話し足りないんですけども、うん、残念ながらお時間でして、ここからはほんのちょこっとなんですけど、はい、質疑応答という形でお客様からちょっと1つ2つ、はい、時間的に1つかな、あのいただければちょっと、まあ、挙手をしていただければ、挙手をしていただいて、スタッフの方がマイクを持ってきますので、何か質問ちょっと聞いてみたい、はい、さあどうでしょう、解決の天気にこれ聞いてみたい趣旨変わってますけど、という方がいらっしゃいました。さあどうでしょう、いらっしゃいます、あれいないかないか、みんなね多分ね時間をしてるのを気にしてくださってるんですよ。大丈夫ですよ。さあどうでしょう、米子、米子を変えていくにはどうすればいいのか、私にはこんなアイディアが、ああいいね、それもいいね、ぜひ主演は私にでもいいですよ、うん、いないかな、さあどうでしょう、どうですか、質問はないと、ね、なるほどまずこの辺から私にもやらせろという空気感を俺たちが作っていくっていうのも多分必要なのかもしれません、うん、もしかしたら。
じゃあないかなということで。ということでですね、じゃあちょっと質問なかったということで。あ、ありますか？川越さんから。川越さんから。なければですね、一つ質問なんです。質問というか。実はもう武者隊を作ってですね、今演舞をね、はい、中心でやってますけども、甲冑を着た武者がガイドするですね、城下町とか米子城をガイドするっていうのも、想定してましてね、うちの観光ガイドさん何人かも武者隊に入っていただいて、実は2年前に1回甲冑を着て米子城のガイドツアーをやったことあるんですね。または武者体験来てみたいっていう人、ね、はい、そういう人にいるんじゃないかなと。で結構インバウンドにこれ受けるんじゃないかなというふうにね思ってます。本物ができる揃えばそういうこともできてですね、少しずつねやってる、なんかそれがひょっとしたらそうやって企画提案していただいたことになんかこうつながって、で街中のそういう武者とかが歩いてると、お姫さんが歩いてるという状況が少しずつこう浸透していくと、その間やってみようかということに なりそうな感じ、第一歩かなという感じがするんですけど。そうですね、はい、そういうものがここには存在しているということを作るという、そういう空気感を作るというのも面白いかもしれない。まあ高田さんだってね、それ渦間さんのね昔衣装があったからの発想ですもんね。そうそうそう、渦間、さんはね、何年か2回やって動いてやるんやけど楽しいんですよ。ということで、もうお時間ということで、最後にあれですね、クラウドファンディングのお知らせ、もう一度改めてさせていただきましょうか。そうですか、ありがとうございます。はい、この19日ということは水曜日ですね、来週の、はい、水曜日から、開始、今いわゆるレディフォーというサイトなんですけども、はい、これが立ち上がると、皆さんの方にチラシとか、これも配布させていただいていると思うんですけども、はい、ぜひですね、こうご協力していただいて、面白そうだなと思っていただいたらですね、協力いただいて、これこそですね、鳥取県米子の方だけでなくて、米子から出身で東京なんかで活躍されている方も含めてですね、こう米子を盛り上げるためにぜひ清き一票をいただきまして、ね、絶景日本最強の城で盛り上がった米子城をですね、こうしぼむことないようにですね、さらに次の手打つ、これもなんか第一歩だと思いますので、ぜひご協力をいただければと思います。よろしくお願いします。それでは以上で、キックは広げと米子城2022のイベントを終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。出演者にもう一度お伝えしましょう。この後は3分映画歌にもよろしくお願いいたします。